浜松市の青少年の研修施設の入館者がリニューアルオープンから40万人に到達し、記念のセレモニーが行われました。浜松市立青少年の家は中心街にありながら、自然体験やキャンプなどさまざまな活動ができる青少年の研修施設です。今日は2010年のリニューアルオープンから40万人目の入館者となった市内に住む高取ゆりかちゃん4歳に記念品のバーベキューセットが手渡されました。いつも ここでピクニックとかいい経験をさせてもらっているので、たまたまなんですけど、こういう節目で来られてよかったです。浜松市立青少年の家は今年4月に50周年を迎えるということで、施設ではリーダーの養成や体験事業を強化していきたいとしています。